皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家、略して、バンザイ大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画は、バンコクのコンドミニアムを購入するための資金について、国際送金の仕方や注意点、国際送金証明書をもらうことなどの、やったことを記録しておくです。バンコクでコンドミニアムを購入するための資金は、外国人、バンザイ大家の場合、外貨をタイに持ち込んで、その資金で購入することになります。バンザイ大家はいつも現金を直接タイに持ち込むハンドキャリーをしていますが、この新型コロナ禍で帰国することが叶わない以上、日本への国際送金する方法しか考えられませんでした。ハンドキャリーをするときは、タイの空港内の関税で、入国する前に、外貨持ち込み証明書をもらい、日本円をタイバーツに両替するときに、両替店に両替証明書をもらう必要があります。一方、国際送金をする場合は、国際送金店よりタイバーツを受け取ったタイの銀行から国際送金証明書をいただく必要があります。バンザイ大家がいつも利用している国際送金店は、ワイズと名前が変わったトランスファーワイズです。スマホだけで送金ができて、早い時はその日のうちにタイの銀行にタイバーツの着金があります。送金手数料はかかりますが、レートは為替相場そのままで、両替することができるので、大変重宝しています。ここからは、今回、国際送金証明書をもらった時に、起こったことをご紹介します。まず、バンザイ大家は、日本の銀行から、国際送金店ワイズを使って、タイの貸込銀行に送金しました。当然、国際送金証明書を貸込銀行に、いただきに行くと、担当者の方が、ワイズに長時間連絡して、何度かに分けて、国際送金をした内容のすべてを、確認してくれました。ところがその担当者は、着金した貸込銀行では、国際送金証明書を、発行できないというのです。そして、シーロムにある、バンコク銀行の本店に、行ってほしいということになりました。こういったことは、ワイズから何のアナウンスもありませんでした。全く予想していないことが起きたのです。結局、バンコク銀行の本店で、なんとか国際送金証明書は、いただくことができました。そういうことが、最初からわかっているのなら、はじめから持っているバンコク銀行の口座にタイバーツを送金してもらえばよかったのでした。あと、腑に落ちなかったのは、少額であれば、貸込銀行でも国際送金証明書をいただくことができたのですが、いくらからバンコク銀行の本店まで証明書をもらいに行くのかがわかりませんでした。そして、800バーツの謎の引き去りが、ワイズによって行われていました。多分、ワイズの方からの手数料なのかと思いますが、これについての連絡もまだありません。貸込銀行では、ワイズのコールセンターと話すことができました。その時に、日本語で対応してくれたのは良かったのですが、国際送金証明書を、なぜバンコク銀行にもらいに行くのかを聞くと、私はコールセンターなので、ワイズのことはわかりませんというのです。これにもハテナが、たくさんつきました。
今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。